黒木貞造は、日本の政治家、西村村長である。他に、全国町村会経済農林委員長、宮崎県町村会会長を務める。観光カリスマ。1948年、宮崎県小湯郡西村村に生まれる。1994年、サイト農業、共同組合企画課長となる。1996年7月西村村助役となる。 1998年前村、長浜伊佐心の休止に伴う村長選挙により、西村村長となる。1998年、1、西村に来た人が少しでも長く滞在できるようにする。2、滞在する中で、西村の良さを知ってもらい、西村ファンになってもらう。3、来てくれた人を通じて、西村を発信する。4、そして、将来的には、 不足する、働き手の確保という4つの目標を掲げ、季節的に人手が不足する仕事について、受け入れ側の農家が賃金を支払った上で参加者に農業体験を行ってもらう、西メラ型ワーキングホリデー制度を創設する。2003年内各府及び国土交通省を中心とした観光カリスマ百選選定委員会により、観光カリスマに選定される。 2009年小川作小屋村運営協議会が運営主体となって50から70代の地元の女性が地元の野菜、ジビエ等を使った料理を提供する小川作小屋村をオープンする2013年には小川作小屋村運営協議会は平成25年度地域づくり表彰国土交通大臣賞を受賞した2012年2013年孫有林の 売却益を財源として、旅費の7割を村が負担し75歳以上の高齢者を対象に、東京方面への旅行を行う、平成の江戸見物を企画、実施した。2017年、小さな村だからこそできる子育てや教育、福祉など人に優しい村づくりに取り組み、住んでいる人が全員、笑顔になれるような村を目指し、1000人が笑う村という、キャッチコピーを掲げる。 2018年3月西村村長に6回目の当選。2018年、2019年村有林の売却益を財源として、旅費の9割を村が負担し20代、30代の男女14名に、ドイツ、スイスを中心としたヨーロッパの中産管地を視察してもらい、将来的な村づくりに役立ててもらう、西村村次世代育成海外研修、明日への翼を企画。 実施した。ありがとうございます。